ですね。私は柊木千里と申します。お会いするのは2度目ですね。何卒よろしくお願いします。本当に柊木家のお嬢様だったんだな。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。ん、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。お前、やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴上島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴上島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。お待ちを。その貨物、渡積島まで送るのでしょうか。お嬢様、どうしてここに。おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく渡積島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を。あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分も。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか。父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信があるのでしょうか。佐藤さん、すごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行でき、とても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし問題はそこじゃなく。もういいでしょう。早く出発を。もたもたしていると俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。出発。
お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちは下がってよ。これ、チャンスだ。戦場のお掃除の時間です。やっ、断罪の名に。やっ、いてぇ。これを喰らえ。くじ。はぁ、ふん、どうだ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。裁きを受けよ。命を捨てに来た。風と共に去れ。おい、迎撃多い。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここはオイルたちに任せろ。お前たちはミサトさんのそばにいてくれ。それでどうだ。判決を下す。困る。はあ、見せよ、オーズ。封じ。やあ、危ない。また攻撃が来る。千里様、私のそばに。戦争のお掃除の時間です。犯罪の名において火炎よ、燃やし尽くせ。やはりダメだ。風神、影のカラスが雄也を求めている。風と共に去れ。岩の重さは安心できます。見せよ、オーズ。お嬢様の仰せの騎士の風格に気をつけます。はっ、やっ、やっ。その手は食わず答えなさい。ここだ。やっ、前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴上島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。お礼として受け取ってください。お嬢様、はあ、やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、真の女お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。そのお嬢様がおっしゃっていた鎌地というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人？おいおい、嘘だろ。新の女、お前まさか。いや、なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ？大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。お、またな、千里さん。
ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を塞ぎ込んでんだ。客は招いておりません。お帰りください。なあ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて、海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。で、違う、オイラたち。シャブ業の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。では、シャブ業の小さな保有地、コモレジャヤへようこそ。そう来なくっちゃな。久しぶりに招待状を手に入れてくる方にお会いできました。お二方がうまくいきますよう祈っております。久しぶりに招待…やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った。ははん、驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、オイラなんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね。こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。全ては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからってオイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく屈服することもない。はるか昔俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし来航が下され、へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ業所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ。鳴神島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。心臓の周り
なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか？やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだ、そんな顔して。あ、音？俺は聞こえなかったけど何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？ふん、確かにそれはある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな。人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？シャブ業の御霊場はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。まあ、高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り、
長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。トーマからの報告で、お二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。社奉行は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。旅人さん、どうかあなたの力を私たちにお貸しください。私たちならばきっと。言ったでしょう、お嬢、そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり私の3つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？3人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家、これで合ってるか？はい、その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。どれどれ、彩香が言ってた人は。どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのに、なぜ今さら離れると。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても、子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが彩香の言ってた人に間違いないみたいだな。早く行ってみようぜ。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここに注いできた。私らの最も尊敬するお方じゃ。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。もしかしたら私ら何か間違えたことをしてしまったのかの。できることなら手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。このことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに、神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ、
魂が抜けたような彼をこのまま行かせることはできない。どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ。俺か。離れるっていうよりもどうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。30年前どうして俺はここに来たんだ。30年もの間どうして俺はずっとここにいた。もう何も覚えてない。神の目を奪われてからたくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それってお前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おい、でも自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ。うん、こうピキーンっていう感じで。そういえば以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう覚えていない。あったあった。その時の手島さん、面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ。その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。どれ。今日は村のみんなと一緒に干物の網焼きを作った。俺は不器用でうっかり網を焦がしてしまった。仕方なく最初から黒魚のかば焼きを作っていたことにした。今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回りやっとわかった。そのバンブっていう友達はその子の飼っているカニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていた。なんか全部日常の出来事みたいだな。あれ、待てよ、これを見ろ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。このままだ。
島さんの日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。ここが手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん何かお宝をここに隠しててそれでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙？時間が経ちすぎててもう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。どこだっけ。え？ってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか？でも、もう30年も経ってるんだぞ。まだ現れてないなんて。とりあえず、これらを手島さんに渡そう。そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年もその間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるためにいろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな。彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。彩香とトーマが言ったように、神の目を失ったら
願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち手島さんの役に立てたかな。はい、はい、次の人を探しに行こう。彩香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。あるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。あ、ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。どうりで神の目も奪われるわけだ。ライデン将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ、俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう行ってくれ。まだやることがあるんだ。確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、ライデン将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったら
こんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら、放蕩団どもを懲らしめて、俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえて聞いてみよう。放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる放蕩団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。相手を間違えたな。火炎よ、燃やし尽くせ。夜の権限。くそ、なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。兄貴、なんとかしてくれ。そのいい身のこなしだな。放蕩団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢？ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんなやつの家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料？んなもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。きっと宝が入ってんだろう。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書？それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます、若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。何でもありなつくも仏、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか？いや、オイラた
たちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ？ここで何か貴重なものでも買ったのか？そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ？食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったら、きっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していればこのような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたものでどんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうですね、2000モラでどうでしょう。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。
まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺もこれからは。そういえば砲塔団のことはもう調べたのか。俺が嘘をついてないのが分かっただろう。大体こんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀、昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ。小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな。親父はなんて言ってたっけ。おかしい、また思い出せなくなった。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があってどうやっても思い出せない。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前その刀を俺に渡した。その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか。仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時それでも心が痛んだ。これ以上の皮肉はないだろう。俺は善人になんかなれない、悪人にも。じゃあ俺は一体どうすればいいんだ。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろう。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。